次世代型作家のリアルフィクションは2003年5月から2008年はじめにかけて展開された早川書房、早川文庫 JA の文庫内レーベル。次世代型作家のリアルフィクション開始の前年2002年に刊行が始まった早川書房の SF 総書、早川 SF シリーズ J コレクションは日本 SF のいわば第4世代の作家を起用するためのレーベルであった。 対して、次世代型作家のリアルフィクションの意図は、それに対し、いわば第5世代のより若い作家を積極的に起用し、この2世代に同時に脚光を当てることにより、SF シーンを活性化させていこうとするものである。また、読者層の面でも、やや値段の高い J コレクションとは別に、比較的値段が手頃な文庫で、若い読者向けの展開をしていく狙いがあった。 リアルフィクションというジャンル名は、当時の SF マガジン編集長、塩沢海博氏が名付けたもので、20代作家にとって、現実とフィクションは、感覚的に等価であるような気がします。現実の虚構化という意味ではなく、フィクションの側こそが真摯に対峙せざるを得ない現実になっているかのような、という塩沢の問題意識に基づく。ただしその意味は、やはり曖昧で、 リアルフィクションの定義をめぐるトークセッションが行われたこともある。執筆者の面から見ると、主に1970年代生まれの若手作家が執筆している以外に美少女ゲームのシナリオライターやライトノベル作家の登用に特色がある。2010年に刊行された0年代 SF 傑作戦は漫画家の西島大輔以外の執筆人が 全員ライトノベル作家という構成になっており、解説でもリアルフィクションについて詳しく言及されている。レーベルが開始された2003年には、SF が読みたい。のランキングで、ウブカタ等、マルドゥックスクランブルが1位、小川一水、第六大陸が2位になっている。また前者は、日本 SF 大賞を、後者は、星雲賞を受賞している。以降も2004年に、小川一水、 復活の地が3位、2005年に、小川一水、ローボールの惑星が1位、新城和馬、サマー、タイム、トラベラーが5位、2007年に、ウブカタとマルドゥックベロシティが7位になっている。人工的なムーブメントの限界から2008年には、収束したが、観光終了後にデビューした、伊藤計画が2010年代日本 SF の代表的作家となったことで、 若い世代による SF c の活性化という次世代型作家のリアルフィクションの意図は達成されることになる。2003年5月、帯に次世代型作家のリアルフィクションと記された、ウブカタ等、マルドックスクランブルザ・ファーストコンプレッション圧縮と、オギノメユうュ、デスタイガー・ライジング1別離の惑星が発売し、同月発売の SF マガジン2003年7月号で、 僕たちのリアルフィクション特集が組まれた。この観光時期は、若手推理作家が集まった若者向け文芸士、ファウストの観光時期を強く意識し、それよりも早くと心がけた結果だったと後に、塩沢が語っている。その後翌年までに、マルドゥックスクランブル全3巻、デスタイガー・ライジング全4巻、小川一水、第6大陸、全2巻、同じく小川一水、 復活の地前参観が発売される。高評価を受けた作品は多かったが、この時期には、リアルフィクションという言葉自体はあまり注目されていなかった。2005年5月、再び SF マガジンで特集が組まれ、翌月には、リアルフィクション再開第1弾として、新城和馬、サマー、タイム、トラベラー一桜坂博スラムオンラインが発売になる。 この頃から、リアルフィクションという言葉自体が注目を浴びるようになり、この年の秋の京都 SF フェスティバルでは、リアルフィクションとは何か、という大のトークセッションが行われた。そこでは、リアルフィクションの実作者である、新城和馬、桜坂博史、桜馬和樹及びこのレーベルの命名者である、塩沢海博士が、リアルフィクションの定義について討論した。2005年には、 サマー、タイム、トラベラー、スラムオンライン、小川一水、ローボールの惑星、ニキミノルスピードグラファー、桜場かずき、ブルースカイが刊行された。このうち、スピードグラファーはアニメのノベライズ小説である。その後、刊行が1年ほど開くが、2006年の年末から、年始にかけて、ウブカタ島、マルドゥックベロシティ、坂本康弘、逆境戦隊×、 海ミネコサワメロン、霊式が刊行される。その後、2007年4月に、ニキミノル、グアルディア、5月に同じく、ニキミノルの、ライストリアが刊行されている。2003年5月からこの時までの4年間で、次世代型作家のリアルフィクションは、計14作品29冊が刊行された。2007年秋の京都 SF フェスティバルでは、リアルフィクションからその先へと題した、 座談会が行われた。参加者は批評家のあずまひろき、リアルフィクション実作者の桜坂ひろし、新城和馬、リアルフィクションの観光終了後にデビューした新人 SF 作家の伊藤計画。また、2008年2月末日が、締め切りの次世代型作家のリアルフィクションフェア、リアルフィクションフェア2008が行われた。これは、帯の応募券を送ると抽選で、 格語名に、神林長平、うぶかたと小川一水、新四郎和馬のサインが当たるというものだった。二千八年二月観光の SF が読みたいに掲載された、早川書房の観光予定では、リアルフィクションという言葉は使われておらず、実質的にムーブメントは収束した。二千十三年一月観光のゆずはらとしとが人の星帯で、九百九十一年の リアルフィクションというジャックが使われ、帯にリアルフィクションと記された最後の作品となっている。帯に次世代型作家のリアルフィクションと記されているもの。小川一水、ローボールの惑星とニキミノル、グアルディア以外はすべて文庫書き下ろしの長編作品。SF マガジンで観光開始時とその2年後に特集が組まれた。第1回の特集では、 短編小説の作者と漫画家合わせて5人が全員20代だった。イラストも若手イラストレーターを起用している場合が多い。批評や対談、作品ガイドなども交えて、新しい物語がどのような展開を見せているかを紹介している。次世代型作家のリアルフィクション開始時の SF マガジンでの特集、次世代型フィクションガイド70で、 次世代のミステリーの書き手として紹介された10人のうちの4人、舞城、王太郎、佐藤智也、西尾維新、清涼院流水は、その3ヶ月後に創刊された文芸雑誌、ファウストの中心メンバーとなり、ミステリーとライトノベルの狭間で、ファウスト系と呼ばれる新たな流れを作っていく。ライトノベルのジャンル的発展に伴い、SF とライトノベルの狭間から生まれたのが、 次世代型作家のリアルフィクションで、ミステリーとライトノベルの狭間から生まれたのが、ファウスト系だった、とも言える。実際、両者のイラストレーターのセレクトは重複しているが、小説や批評で両者を掛け持ちしていたのは、ファウストの前身の一つである、新現実で執筆していた、東ずま西島大輔、元永正樹の三名だけで、作家人は一線を画していた。ただ、 両者のムーブメントが収束した後の2010年代には、次世代型作家のリアルフィクション側だった海猫さは、メロンが、ファウスト系の系譜にある星会社で、左巻き儀式、ラストリゾートを文庫化し、逆に、ファウストでとは8のイラストーリー原作を務めていた。ゆずはら、としゆきの、とが人の星には、1991年の、リアルフィクションのジャックがついている。ABS。 F マガジン2003年7月号編集後期、参照2005年10月の京都 SF フェスティバルでのトークセッション、リアルフィクションとは何か、にて、SF が読みたい。2006年版に収録。ありがとうございます。